リカの暗号資産取引所 FTX.com が破綻して、 CEO であるサム・バングマン・フリード氏がですね、バハマですね、身柄拘束されたことについて解説したいと思います。バハマといえばですね、中南米カリブ海に浮かぶ島国なんですけれども、いわゆるタックスヘイブンとなっておりまして、こういったそのグローバルな企業がですね、本拠地を抱えることが多い国なんですけれども、このバハマに本拠地が FTX もありましたおそらくですけれども、まあ、ね、破綻直後、チャプター11申請した直後はですね、バングマンフリード氏のですね、所有している飛行機が南米の方に飛んでるという、フライトレーダー24で飛んでるんじゃないかみたいな情報が錯綜したりもしましたけれども、バハマから出ていなかったようですね。ということで、アメリカの当局の要請に応じまして、バハマの当局がですね、彼を身柄拘束、つまり逮捕したわけですけれども、今後の流れなんですけれども、おそらくですね、アメリカの方に彼は移送されて裁判にかけられると思いますが、そうですね、どういった罪になるのかまだ判然とはしませんけれども、仮想通貨の相場操縦あたりが有力な罪というふうに言われておりますが、さらにそこに加重してですね、本当に証券詐欺、こういったところまで来ると、アメリカの場合は量刑に上限がございませんので、もう本当に終身刑といって、一生刑務所から出られない刑がですね、宣告されてしまうというような情報も、ありますね。本当彼は今後、裁判にかけられてですね、刑事裁判にかけられて一生刑務所から出られないという可能性も、出てまいりました。そんな中ですね、彼はなんで逃亡しなかったのかって話なんですけれども、おそらくですが、今までの発言を見てる限り、どうも天然っぽくてですね、あんまりこう深刻に考えてなかったんじゃないかと、結果としてポンジスキームになってしまったんですけれども、それをそこまで真剣に考えてなかったような感じの風の発言が見え隠れするということで、まあもう逃げも隠れもしませんよと、とにかく司法の場に出てきますという覚悟は一応あったんじゃないかなというふうに思いました。今回のあれを見てですね、仮想通貨業界、この FTX.com の破綻によってさらに冬の時代になりましたけれども、まあまあ長期的に見たらですね、このまあビットコインだったりとかイーサリアムというのは、そもそもインターネットが存在している限り消えないというのがですね、ブロックチェーンに記入された情報がどこかのノードにクローンが作られてですね、消えないというところが一つの大きな付加価値になっておりますので、この業界自体がなくなるというようなことはないと思いますけれども、当面は冷や水をかけられたような格好になりました。ということで、今日はこの件に関して解説させていただきました。いってらっしゃい。